日本のショーで2つのプレミア公開を実現。ジャパンモビリティショー2023で唯一。輸入車でワールドプレミアされたのが BMW の X2 とその EV モデル Q2 です。さらにはアジアプレミアとなったビジョンノイエクラッセ写真50枚目も。持ち込むなど熱いラインアップでファンに依頼ます。 新しい X2 はキドニーグリルが大型化。さらにグリルの円が発光するイルミネーテッドグリル機能も。このクラスで初採用され、会場でも独特の存在感を放っていました。日本でのラインアップは下記のサングレートとなっています。BEV の Q2 が意外に安いのが興味深いですね。ガソリンモデル。 X2X ドライブ 20IM スポーツ。パイプ628万円パイプ 2.0L 直四ターボパイプ 204PS 300、300NM。X2M35IX ドライブ。パイプ810万円パイプ 2.0L 直四ターボパイプ 317PS 400、400NM。BEV モデル。 Q2X ドライブ 30M スポーツ。パイプ742万円パイプ 272PS。494NM パイプ後続距離417から4 4 9キロメートル、欧州地。最新の内装デザインや先進装備も充実。ボディサイズは全長×全幅×全高4567。 かける1845かける1575、1560 15ミ、mm、リメートル。ホイールベース2692、2690ミ、mm、リメートル。内装ではメーターパネルとコントロールパネルを。一体化したカーブドディスプレイを採用。シフトレバーを配し、センターアームレストの先端に。デッキ風に操作系がまとめられています。 また BMW 初のオペレーティングシステム9.0を搭載。ホーム画面のクイックセレクト機能によって、メニュー構造がシンプルになっているとのこと。先進装備では BMW お得意のハンズオフ機能。高速道路での渋滞時を標準装備。より精度や正確性が向上した ACC などのドライビングアシストや、 キロ 35km 以下で前進したルートを最大 50M まで記憶し、同じルートを正確にバックで戻れるリバースアシスト機能なども装備しています。X2 と Q2 の発売は10月25日から、納車は X2X ドライブ 20i が2024年第1四半期、x 2 m 十五 i x ドライブと、 Q2X ドライブ30が2024年第2四半期以降を予定となっています。